こんにちは。今日これ撮ってるのは2023年1月の、5日なんですが、これを動画を YouTube に上げるのは、2023年1月の9日月曜日の予定なんで、今日は皆さんからすれば1月9日ですよね。今年初めての、オカリナ雑学、まあ簡単に言うと僕がダラ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 関西弁で喋るっていうね、そういうやつです。で、今日のテーマは、いいオカリナの先生とはどういう人かっていうのをね、テーマです。なんかお前のこと言うんかみたいな風に思われるかもわかりませんが、決してそういうわけじゃなくて、今回の話題では自分のことは全て棚の上に上げて喋ります。自分がこうやからこういうのがいい先生ですよということではなくて、自分のことは全て忘れて、まあひょっとしたらこう悪口的なことも言うかも分かりませんが、それも、このコーナーの特徴でもありますので、嫌な人は聞かないでください。で、まず最初にね、オカリナの先生でいい先生はどういう人かっていうことだけどね、まず音楽の先生ほどいい加減なものはない。で、この前の音楽の先生っていうのは、学校の先生の中学とかね、高校とかの先生の話ではなくて、要するに個人で楽器を教えてたりね、して歌を教えてたり、そういう人の話、ね、先生っていうのはね。ただ少々日本では楽器を教えたり、あるいは演奏家を名乗るのにも資格いらないんですよ。何にも、医師免許とか教員免許とかそんなんあるけど、音楽ないでしょ。オカリナを教えるための教員免許なんてないでしょ。だから誰でもなれるんですよ。だから、はい、僕は今日からオカリナの先生ですって言うて宣伝して、もし生徒さんが来たらもうそれで先生なんですよね。だからこれほど簡単に宣言のみで先生になれるっていう先生はなかなか珍しいね。音楽の世界はだからそういう緩い面もたくさんありますね。では僕が知ってる人でね、僕の友達から聞いた話だけど、ニコってあるでしょ、中国のなんかこうやってこすって音がってかいうやつね。あれはもう日本人の話ね。教えてる女の先生は生徒さんが200人ぐらいいるとね。ところがその生徒さんの前でその先生は2個を弾いたことがない。発表会でもなんか時々ね、先生のなんか演奏コーナーとかでしょ、弾いたことはない。だからそこの生徒さんはその先生が弾かはる音をレッスン中も聞いたことがない。口だけでレッスンをしてる。で、先生方の中、その生徒さんの中で、何人かの中では、あの先生実は弾けへんみたいやでっていう話が広がってるっていうのを聞きました。で、僕は京都に住んでるからね、京都でも実はオカリナをたくさん教えてる先生でね、どうもあの先生はオカリナちゃんと吹けへんみたいやで、まあドレミファソぐらいができるかもわからんけど、曲をちゃんと吹いたり自分が演奏したりすることは、どうもこの先生は私の先生はできへんみたいやでっていう人がいはります。で、そっからうちに流れてきた生徒さんもやりますけどね。だからよくね、その音大とか芸大とか出てる人が、出てるセンスがいい先生かって言われたら、それは一概にはいいとは言い切れへんけど、でもね、僕はね、その自分もそうやったけど、自分が生徒の頃ね、フルートを習う頃ね、もうそうやったけど、要するにその先生がね、どういう先生かっていうのは絶対調べる必要はあると思います。これも必ず必要です。それなしに、あそこの教室でオカリナ教えてあるみたいから行こうか言うても、まあそれはそれなりに何とかなるか知らんけど、それではきっと上達の効率は悪いと思います。で、なんでその音大とか芸大とかがいいの先生出た先生の方が僕がいいっておすすめするかというとね、それは音大とか芸大に基本的にオカリナ感なんていうのはないんですよ。まあ茨城さんね、すごい上手なオカリナ奏者の人ね、
あの人はどっかの音大で教えてはるけども、それもそのなんていうのかな、オカリナ専攻っていうんじゃなくて、その大学の中の副科っていうてね、例えばフルートをやってる人もフルートだけではダメなんですよ。ピアノも弾けなね。だから他の楽器をやらなあかんのね。そういう選択肢の一つとして多分オカリナがあると思うのね、その茨城さん教えてはるところ。だからそうじゃなくて、そのオカリナ専門のコースがある音大芸大っていうのは僕はないと思います。少なくとも日本にはね。だから、そうなったら別に芸大音大出てても意味ないやんっていうことになっちゃうんだけど、実はそうではなくて、そのオカリナそのものの技術は音大とか芸大で習わへんから、そういうのは関係ないんだけど、それ以外のね、要するに音楽としての、音楽の、どう言ったらいいのかな、音楽の基礎というかね、そういうことを、その、ソルフェージュとかね、楽譜見て歌う歌うとかね、それから人が何か弾いてるのを聞いて楽譜に起こすとかね、そういうことをやるわけですよ、必ず音大とか芸大とかでね。でそれがね、やっぱりね、どの楽器を教える時にも必ず役に立つんですよ。でないと、ミーノートはこの指やから、はい、このミーですよ、次はソーやから、ソー、これ2つ離してソーですよっていう、そんなことしか教えられへん先生では僕ダメやと思うのね、やっぱり。音楽的なこと。で、もっと言うたら音楽の表現とかね、そんなんを勉強するわけですよ、そういう大学では。だからそういう知識っていうか経験っていうかね、それがある人に習うのとない人とに習ってるのではもうえらい差がつきます、必ず。ね。だから僕はそういう先生の経歴は絶対大事やと思う。だ僕がその京都の芸大を出てるからっていうんではないけどね。まあそれもあるかな。 まあまあでもないけど、今の話ではそれは関係ないけど、絶対おすすめはそうです。先生としてなんぼオカリナのテクニックを教えるのが上手な人であっても、その人がどんだけ音楽の基礎的な勉強をしてきたか、身につけてはるものがあるかというのは、最後には必ず差として出てきます。でもそれ一つ。それがね、やっぱりね、さっき弾かない人いる言うたけどね、これやっぱりね、僕もあんまり人のことは面倒くさくなってね、あんまり吹かへんこともあるんだけど、でもね、やっぱりね、模範演奏をしてくれる先生はもうほんまにいい先生だと思います。だから僕もその生徒さんが吹いた反応をね、対面にしろ、リモートにしろね、こういうふうに吹あのなんていうの模範演奏するわけですよ。そうするとね、まずほら、そのレッスンの最初の時にその生徒さんが今日持ってきた曲を吹かはるでしょ。ほんで、まあいろいろ言いたいことがあるけど、その前に僕こう一回同じ曲を吹いてあげるとね、でそうするとね、まあ、いつもやってるわけじゃないでしょ、それが必要やと思う時にはやってないけどね。そうするとね、何にも言うてへんのに、初めて来はって、初めてそこで吹いたその同じ曲とね、もうね、全然変わるんですよ、やっぱり。何も言うてへんのに。それほどね、やっぱり音楽は僕はね、基本モノマネから始まると思うのね。だからその上手い人のマネをするっていうことはすごい大事な勉強です、これは。だから、模範演奏って大層なもんじゃなくても、1小節2小節でもいいんだけど、ここはこんな風に吹くじゃない、もうそれで十分なんやけど、それをやってくれる人でないとダメやと思いますね。で、まあそれとともに、その人の演奏を聞くのっていうのは大事やから、やっぱり先生に吹いてもらうということだけじゃなくてね、自分で上手い人の、今なんか YouTube 探したら何もでも出てくるでしょ、それを聞くっていうことが大事です。で、それを聞くのはね、自分が今やってる曲を探して同じ曲を聴いてみるっていうのももちろん大事やけど、それだけじゃなくてね、別に自分が今やってない曲であっても、全然関係のない曲であってもね、聴くっていうのはすごい大事です。下手な人のはダメですよ、上手い人のを聴く。ね。それはその時すぐに役には立たんかもわからんけど、音楽ってね、なんていうのかな、こうね、パターンとか歌い回しとかね、そういうこう、なんか理屈じゃなくて、こう体で覚える、頭で覚えるへんかっていうことがたくさんあるのね。だからなんかすごい上手い人の自分の知らん曲の演奏を聴いても、それはその時すぐには役立たへんけど、なんかの曲やってる時に自然とそういうことは役に立つんですよ、必ず。
だから自分のやってへん曲は関係ないから言うて見ないとかね、聞かないとかいうのはもう大損をしてると思ってくださいね。それからやっぱりね、技術的なことで言うたら、やっぱりお金になってね、10本指全部使うでしょ。要するに穴を押さえてない指ってないですよね。押さえてない指がないということは全部離してる時もあるっていうことだから、逆に言えばね。でもフルートにしろリコーダーにしろね、指穴を押さえない指があるんですよ。まあ言うたらその指はいつも大体支えをしているっていう楽器のね。だからいいんだけど、オカリナはそれがないから持ち方がすごい難しいのね、やっぱりね、持ち方構え方が。でこれは人によっても全然持ち方違うし、持ち方違うっていうことは人によって教え方も違うということね。だから僕は自分が考えた一番これが合理的やなっていう持ち方を自分もしてるし、それと全く同じことを生徒さんにも勧めてます。ね。もうね、ほんまにひどい話、別にオカリナが全然、例えばフルートをやってる、フルートを専門にやってた人が、オカリナも教えますみたいな感じでやってね、全然自分もオカリナ吹いてへんのに、教える人だってたくさんいるわけですよ、世の中には。で、そういう人はもう持ち方のこと自分もわからへんもんやから、もう触れないのね、要するに。だから高い方のファーの時に楽器を握っちゃうとかね、もう別に何も言わないわけで、はい、今日はこの曲やってみましょうね、言うて楽譜コピー持ってきて、それを吹いて、まあそんなちゃんとできてへんでも、はい、じゃあ次はこれやりましょう、言うてね、もう毎回いろんな曲をやって、それはそれで楽しいからええんやけど、それでは基礎力はつかない。変な癖がつきます、逆にね。だからこれはすごいマイナスやと思いますね。そう、でもね、要するにオカリナをやりたい人が何のためにやりたいかっていうのはあるでしょ。やっぱり自分はもう全然そんな技術的に上手にならんでもいいし、音程悪くてもいいし、なんか鼻歌の代わりに吹けたらいいんやっていう人もいれば、もう普通にただ吹けるだけでは嫌なんです、もっと音楽的に表情豊かに吹きたいですっていう人がもういるでしょ。で、僕はそのリモートで今たくさんの人を教えてるんだけど、リモートで習ってる人っていうのは、僕は京都やけど、京都以外の人がやっぱ多いわけね、日本全国。沖縄だけかな、誰もいいの。大概もう47都道府県かな、もう大概一人はやりますね。で、そうするとね、そういう人っていうのは、なんで僕のどこに来たかというと、僕が演奏してるのを聞いて、この先生に習いたいっていうふうにして来はったんですよ。それしか方法ないでしょ。京都に住んでる人が、住んでる先生のところに東京の人が、京都の先生を見つけようがないわけやから。だから YouTube での演奏を見て、この先生に習いたいというふうに言って来てくれはるんで、それは僕ね、もうすごい嬉しいんですよ、やっぱりそれは。どっかでお金教えてへんかな、ここにあるな、じゃあここ行こうかみたいな、そんなんがでしょ、普通は。対面の場合なんか特にね。でもそうじゃないんですよ。あの先生に習いたいと思って、あの先生の演奏した反応が好きやから習いたいって言って来てくれはるのに、もうこんなに嬉しいことなくて、コロナで世の中むちゃくちゃになってるけどね、それはそういうことが、そのリモートでのレッスンがね、こういうふうに活発にできるようになったことはすごい嬉しいと思ってます。ね、で大概それでね、そういうふうにして演奏を気に入って来てくれはる人っていうのは、大概どういうの、もっと先生のように表情豊かに吹きたいとかね、そういう人がほとんどなんですよ。だからその何でもいいからお金で楽しくペラペラっと吹きたいという人はね、ほぼいません。そんな人は多分僕のところには来ひんと思うのね。だからもう基礎練習に30、15分のレッスンで半分ぐらい基礎練習に使ったり、もう毎回何年経ってもそれやってます。絶対でも上手くなります、基礎をちゃんとやったら。基礎っていうのはロングトーンとかそういうことも、音程とかリズムもそうやけど、持ち方も含めたね、のをやると絶対1ヶ月2ヶ月で効果なくてもね、1年2年とやってるうちにすごい効果が現れてきてるし、実際そうやしね、見てるとね。 でもそのさっきも言ったように、その自分はどういうふうにお金になりたいか、なんか部屋でね、寝転がりながら吹きたいとか、ソファにもたれてなんかこう昭和歌謡を吹きたいとかいう人には、僕みたいな先生は必要ないんですよね。だからたまにね、もっとかあのあのか簡単に、単にオカリナ楽しみたいって言うてやめる人もたまにいます。多分今1人か2人ぐらいかな、それでもね。だからそれはそういう、それでいいわ、音楽の楽しみ方って人それぞれやから、それは当然それでよくて、そういう先生に習わはったらいいので。
ね、全然止めやせんし、うん、だからあの僕も迷う時はあのね、あのこんな難しいことばっかり、難しいというか細かいことばっかり言うてて、みんなあの喜んでもらえてんのかなと思う時あって、もう適当にやろうかななんていう時もあんやけど、あのでもいや、やっぱりそれでは僕のところに来てくれてはる意味ないなと思ってね、それはしないですけども、まあそれでもね、あの人によって、生徒さんによって多少やり方は変えてます。あのこだわり方っていうかね、一つのことに対するね、なんか自分のことばっかりしゃべってしまってしまいましたが、あのそう、先生を選ぶときにはその先生の演奏が好きかどうか、それから、その先生がどういうふうにしてオカリナにたどり着かはった人なんかね、それからレッスンの内容はどうなんか、これはなかなかね、あの行くまでわからへんけど、そういうあたりがねすごい大事かなと思います。それこれは別に今言ったことはオカリナに限らずね、もうどの楽器でもそうやと思います。何せオカリナ、あの楽器を教えることに免許はいらないんですよ。だからいろんな先生が言い張るっていうことです。あの自分が見つけた先生がいい先生やというふうに ということはいい先生やとは限らないということをね、だから自分がしばらくやってみて、あかんかったら他の先生探すとかね、そういうことをした方が僕はいいと思いますね。 YouTube がで何でもこう発信できるようになったから、なんかね、その楽器の先生のことだけじゃなくて、いろんな世界のこととかいろんな政治のこととかもね、みんな好き放題言えますよね。ね、あのもういろんな意見があって、だからそれの中からいいもんっていうか、その正しいもんを選ばなあかんっていうことが、そのインターネットなんかが今みたいに普及する前になかった、すごい今だからこそ の難しさね。なんか画面の中で言われてることは全部これは事実なんやって思ってしまうでしょ。なんかテレビももちろんそうやし、テレビで人が嘘つかはるわけないやんって思うでしょ。やっぱりテレビの言うことを信じるでしょ。でそれと同じようにインターネットでも、その実はいろんなこう怪しげなもんもあるっていうことを理解した上でないと、それ丸々信じてたら自分が偉い目に遭いますよね。現実そういうことが今起こってますよ。あんまりはっきりは言えへんけどね、テレビでは力を持った人の意見に逆らうことは許されないみたいなね、テレビ局からしたらそういう人の言う通りに流さなあかん、正しくても正しいことでも少数派の意見は流さない、もうこれはもう当たり前ですよね、今のテレビで。だから昔の戦争中より今の方がどういうかな、言論統制っていうかね、そんなの簡単にできちゃってるんですよ今。この話をどんどん続けるとね、 YouTube 削除されちゃうんでやめときますが、この辺で。はい、ということで今日はいい先生はどんな先生かなね、ということでした。参考にしていただければありがたいです。では今年もよろしくお願いいたします。